はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、ちょっと、まあね、シア便が届いたっていうかね、購入して、届いたのですね、紹介していきたいと思うんですけど、すいません、とりあえず、まずこいつらだけ、ね、実は2ペアですね、ちょっと後で、オスタンだけちょっと紹介させてもらいます。というのもですね、こいつら、まあ見てわかるかな。ほぼ見た目同じ種類っていうか、同じカルコソマ系なので、毎日こう紹介してメスが混じるとわかんなくなるので、もうペアリングして、メスだけ、もう先に産卵して投入すると。で、その後に、結構数だけちょっと紹介するって形でですね、ちょっとやっていきたい。まあ、こいつはオスたちでまとめていいかな。まあ、単純に言うと、こっちはモーレンカンプですね。カルコソマモーレンカンプ。で、こっちは、スマトラコーカサスですね、になります。これは多分、モーレンカンプとスマトラコーカサスと、インダータラスマンテツですね。こちらまとめて紹介したいと思います。まあ、そっちの方がですね、カルコスマ3種紹介できるのちょうどいいんで、それやっていこうと思います。で、まあ、こいつなんですけど、ね、これ、わかるかな。こちらですね、結局、大津の面型ですね。自分が過去に、類代して成功して、一応一頭だけ幼虫。一応三年幼虫になってるのがいるんで、まあまあ、ね、普通がいるんですけど、まあ、その、なんだろう、ある程度確証を得て、次、例えば、こういう謎カブト系って、他にほら、ヤソンとか、パンカブトとかいるじゃないですか。そこに向けて、まあ、黄金角彩兜とかね、含めて、次、そういう謎カブト系に自信を持って挑みたいという思いのもと、これをやります。というわけでですね、今回、シア瓶で買ったのは、オツの面型、スマトラコーカサス。で、そして、カルコソマモーレンカンプですね。3種になります。一応ですね、ちょっとサンナセットだけ。まあ、スナトロコーカサスとかは、もう当然普通のセンナセットで来るんですけど、ちょっと違っただけですね。一応極秘というか、まあ、そのプロトタイプっていうかね、人に直感だけで作ってるんですけど、一応今回こういうマットでですね、サンナセットでですね、行こうと思います。一応ですね、マットは3種類混ぜて、で、一応通常、カブトとかクワガタシグは使わないだろうというものも混ぜています。まあ、それはちょっとね、ここで、言っちゃうと、なんだろう、真似され、大失敗するの真似されても、こう、責任取れって言われてもできないんで、ね、とりあえず、ね、ちゃーっと一回やってみて、それもし、梅ば、ちょっと言っちゃって、言ってもいいかなって感じですね。とりあえず今回ネシア瓶ですね買ったよという動画でした。それでですね動画終わります。